はい、どうも皆さんこんにちは、浩平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、面白い、情報というか結構興味深い情報が舞い込んできましたので、今回はですね、ちょっとそれについてご紹介したいなと思います。まあ、知ってる方は知ってると思うんですけれども、来月10月の4日にですね、沼津でララポートがオープンするんですよ。まあ、ララポートってご存知ない方もいると思うので一応説明しますけれども、ショッピングモールですね。全国的にすごい展開してるショッピングモール、まあ関東かな、どっちかっていうと結構関東を中心にいろいろあるような、ショッピングモールでして、まあアウトレットとかも、まあショッピングモールっちゃショッピングモールなんですけども、まあそんな感じの結構でかいショッピングモールが沼津にオープンするということで、まああとですね、そちらのね、ララポート沼津がねオープンするということで、なんとアクアとコラボしますよということで、ちょっとねそちらについて情報をチェックしていきたいと思います。まあこんな感じでですね、もうオリジナルのイラストもありまして、これあれですね、ララポートの制服風の衣装を着たということで、総合案内所ですね、あのインフォメーションセンターとかでよくいるような、まあ3つね、あの今回あのコラボを用意しているらしくて、まあまだ詳しいことはあんまり分かっていないところもあるんですけれども、まあまずはですね、その写真が撮れるということで、あのあれですね、舞台巡りのアプリ内にあの AR 撮影ができるっていう、まあララポート沼津がもう登録されていてね、写真が撮れるということで、まあこのイラストがねこう AR で出て写真が撮れますよということで、なんかこれあれですね、リコちゃんがこれあれですね、エレベーターガールっぽいですねうん、なんか百貨店とかにいるようなあのエレベーターガールっぽいです。でもう一つね、アクアのメンバーがフロアガイドに登場ということで、ララポート沼津のフロアガイドにアクアメンバーが登場ということで、ララポート沼津をご案内しますということで、どうなんですかね、これアナウンスとしてアクアメンバーがこうララポート内にアナウンスで流れるっていう可能性もありますし、多分そういう感じだと思うんですけどね、あの1階のフロアには例えばチカちゃんがとか、まあそういう感じで多分フロアごとにガイドがあるっていう感じだと思います。でさらに、こちらですね、アクアのコラボ限定商品ということで、ヴィレッジヴァンガード、まあ本屋さんで有名ですけど、ヴィレッジヴァンガードと、あとカルクルって読むのかな、これカルクルっていう、これ表参道のブランドですね、ブランド店とコラボするということで、で限定商品が、沼津限定の商品が出るということでね、ちょっとねこれ楽しみなんですよね。うん、これがね僕一番楽しみ、コラボ限定商品が、まあ、なんでかっていうと、あのアクアって今までこうブランドものとコラボしたことがなかったと思うので、カルクルって確か表参道のその革製品のブランドだったと思うんですよね、表参道にあるお店が。そういうねちゃんとしたなんて言うんだろう、ブランドとコラボするっていうのが多分初めてだと思うので、これはこれで面白そうだなと思います。はい、アクアもねこういうブランド系とねちょっと今後もコラボしてほしいなってまず思う次第でございますね。でしかもカルクルってそのいろんなアニメとも結構コラボしてるらしくて、サンシャインに限らずいろんなアニメとも結構コラボしてるから、結構扱いが慣れてるんじゃないかなと思います。でまあララポートまでのですね行き方としては、まず歩いていくことはできませんので、基本的にはバスで行くってことになりますね。はい、沼津駅からもバスが、出るそうで、結構多めにバスが出るそうですね。まあララポートね、僕も結構頻繁に行ってるんですけれども、沼津も沼津でできるってことだから、まあ僕はグッズ買いに行くかなっていう感じで、今回は訪れたいな、まあ10月にね、訪れたいなと思っております。まあ早いうちにレポート動画も出したいなと思います。はい、ということでですね、今回は、ララポート沼津がですね、まあ10月の4日にオープンするということで、まあそのね、オープン記念ということでね、アクアとコラボしますよということで、ちょっとね、今回はその情報をお届けいたしました。まあ皆さんもね、機会があれば、ぜひね、ララポート沼津行ってみてはいかがでしょうか。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。